いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？男女が本音でぶつかり合う真剣な恋愛は人間的な成長を促してくれるもの。それゆえ恋愛経験豊富な女性は同性から尊敬の対象になるようです。そこで今回は、同性が恋愛経験が豊富そうと密かに憧れてしまう女性の特徴9パターンをご紹介します。 1. 少しでも気になったらデートしてみるなど行動が積極的。自分に自信があるから行動的になれるんだと思う20代女性など、男性からの誘いに対して積極的な女性は恋愛に自信のある女性と思われるようです。一度目のデートはなるべく断らないなど、男性との付き合い方の判断基準を自分で決めておくことで迷わず行動できるようになれそうです。 2. 彼氏に依存せず適度な距離感で付き合っている。彼氏にべったりの人より自立した大人の女性に思える20代女性など、彼氏と過剰にベタベタせず付き合える女性は経験豊富に思われるようです。デートの約束ばかりを優先しないなど、女友達との付き合いも良好に保ちたいものです。 3. 男性全般への悪口をあまり言わない。だから男ってダメ的なことを言う人より男性をよく知っている気がする10代女性など、男性全般に対するダメ出しをしない女性は同性から尊敬されるようです。男女ともに個人個人が違うことを実感すれば自然とそのように振る舞えそうです。 4. 付き合う男性のタイプが一定でなくバラバラ。似たタイプの彼氏とばかり付き合うより経験値が上がりそう10代女性など、過去に付き合った彼氏のタイプがバラエティ豊かな女性は幅広く男性を理解していると思われるようです。女友達の恋愛相談にもいろいろな角度からアドバイスができるのではないでしょうか。